アイスランドムスリム文化センターは、レイキャビー区にあり、ワイミスヒューシスと呼ばれる建物の2階に位置する。本項目では、アイスランドのイスラム教について記述する。北欧の国、アイスランドにあるムスリムコミュニティは、世界でも有数の小規模にとどまっており、2013年時点でムスリムの数は770人となっている。この数字は、アイスランドの全人口の 約0.2%に相当する。ムスリムの情報によれば、アイスランドに関する最初の言及は、イドリースイーによるものであり、1154年に制作された北海に面するアイスランドの位置に、言及した彼の有名な世界地図、タブラ・ロジェリアナにまで遡る。イスラム世界とアイスランドの最初の接触はおそらく1627年、北アフリカのバルバリア海賊が、 南西のベストマン諸島や東のフィヨルドを含むアイスランドの一部地域で略奪を行った時である。この出来事はアイスランドの歴史においてターカー・レーニスとして知られている。アイスランドムスリム教会の会員の増加数緑、国内の総ムスリム数代々、アイスランドムスリム教会の会員数青、アイスランドイスラム文化センターの会員数、 アイスランド国内のムスリムの数はこれら二つの教会の入会者数を合わせた数字よりも多くなることはないと見積もられている。アイスランドムスリム教会は1997年に設立された。会長はパレスチナ移民のサルマーン・タミイミーである。アイスランドイスラム文化センターは2009年から2010年にかけて設立された。アイスランドのムスリムは レイキャビークにあるモスクで礼拝を行う。このモスクは、レイキャビークのアーム屋来38にあるオフィスビルの3階にあるスンナ派のモスクである。このモスクには2人のイマームが所属し、周辺地域に住むアイスランド人や来訪するムスリムにより行われる日夜の礼拝の場を提供している。また、毎週金曜日には金曜礼拝を行っている。 2000年、ムスリム教会は専用のモスク建設をレイキャビーク市に申請した。市政府は要求したよりもずっと小さな区画の使用を認可したが、建物の建設計画は承認しなかった。追加の土地の認可と、さらなる進展は隣接するロシア正教会の許可を得た後となり、計画は一時頓挫したが、2013年、建設許可が不利。 アイスランドに独立した建物としては、初のモスクが建設されることとなった。アイスランドのムスリムたちは、アルジャジーラの興味を引き、アイスランドとニュージーランドのムスリムを扱った、ドキュメンタリー制作を計画した。アルジャジーラは、ムスリムの多い土地との比較して、夜が非常に長くなりうる、高緯度の土地において、ラマダーンの断食がいかに名誉であるかに興味を持った。 ありがとうございます。